フォックス家の殺人は、1945年に発表されたエラリー・クイーンの長編推理小説。エラリー・クイーンが登場する作品であり、架空の街、ライツビルを舞台にした作品の第二話である。デイビー・フォックス隊は、太平洋戦争で神経を侵され、故郷ライツビルに帰省していた。ある夜、彼は気がつくと、妻の首を絞めようとして、目が覚める。 デイビー・タイと妻はエラリー・クイーンを訪ね、タイの父が妻を毒殺し、服役中という過去の事件の再調査を依頼した。しかし、父が無実となれば、犯人は別にいたのか。エラリーはホックス家に滞在し、過去の殺人に挑む。最悪の町に次ぐ長編だが、前作の登場人物が特に事件に絡むわけでもなく、読む順番は問わない作りになっている。 日本家しどりの謎には、日本庭園のある邸宅に住む、新日課の女流作家を登場させたクイーンだが、本作では、日本兵を多く殺したと、文中で語られる、退役軍人を出している。作家クイーン自身はたびたび来日しており、日本のテレビドラマにも出演したことがある。ありがとうございます。